こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、秋のアウターはこの3種類だけあればいいというテーマで、動画をお届けしてみたいなと思っています。 撮影しているのはですね、まだ8月の末ということで、まだまだ暑いんですよ。ただですね、朝晩はだいぶですね、気温が落ち着いてきたので、まあそろそろですね、秋服本格的に買いたいなという方も少なくないのかなと思っています。まあ秋服といってもですね、様々なバリエーションがあって、アウターもあればトップスもあるし、ボトムスもあるし、あとは小物系もあったりしますよね。まあその中で今回は、 アウターですね。秋に使えるような割とライトなアウターをですね、皆さんに3種類厳選してお届けをしてみたいなと思っています。もちろんアウターもものすごいバリエーションがあるんですが、その中でも定番かつ今年っぽいものをですね、厳選して選んでみましたので、まあ、今回ご紹介するアイテムさえ持っておけば、もう秋のアウターとしては間違いがないかなと思うので、ぜひ最後まで気軽に楽しんでいただければなと思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて75点ファッションを目指すための動画をですね、お届けしていますので、まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目の空きアウターから皆さんにご紹介したいなと思うんですが、こちらですね、今着てるものなんですが、まあいわゆるショート丈のブルゾンですね。 これはですね、今季っぽいアイテムで、まあ最近トレンドアイテムとして挙げられることも増えてきているので、まあぜひ皆さんにもご紹介したいなと思いました。まあユニクロ U とかでもですね、昨年作っていたかなと思うんですが、こういう着丈の短いものというのは、まさに秋向きだと思ってるんですね。というのも、ロング丈のステンカラーコートとか、チェスターコートとか、まあそういったものってですね、これから秋の後半から冬にかけてですね、出てくるかなと思うんですが、秋はですね、そんなに丈が長いもの っってちょっと邪魔に感じますし厚苦しく感じじまますすすしし苦くるのででで僕はねねあんんり着ないんです、ね、その点、ショート丈のブルゾンっていうのは、とにかくですね、さらっと着やすくて、使い勝手が最高なので、僕も大好きなんですね。ただ、やっぱりロング丈のアウターに比べると、丈が短い分、どうしてもカジュアルには見えがちなので、その点はですね、コーディネートでバランスを取ることが大切なんですね。このようなブルゾンってそもそもなんかこう、おじさんが着てそうな印象が、 あったと思うんですね。本当に昔からあるようなブルゾンなんですが、まあ、最近トレンドとしてまた浮上してきてまして、まあ、最近のものはですね、まずサイズ感なんですけども、ジャストサイズというよりは少しゆったりめできるようなものが多くなっています。こちらもですね、丈短いんだけども、その中でも適度にですね、長さを調整していまして、お尻が半分ぐらい隠れるぐらいのバランスになってるんですね。あとは肩のラインなんかも少し落ちていまして、まあ、トレンド要素を盛り込んだようなショート丈のブルゾンになっています。僕はこういった そういったショートタッケのブズン大好きで、いろんなブランド見ましたが、今季はですね、このシップスのオリジナルのものですね、これはね、めちゃくちゃ良かったんですよ。価格がだいたい1万5千円ぐらいで、まあアウターとしては割と気軽で買いやすいかなと思います。セレクトショップってやっぱアウター類は2万円超えるものも多かったですので、割と手軽でいいかなと思いますね。 で、色はですね、これブラックっていう感じでなってるんですけども、感覚としては、ボトムスがこれ完全な深いブラックですよね。それに対して、こちらのブラックっていうのは、むしろこう、ダークグレーに近いんじゃないかなと思うんですね。僕はオンラインで今回購入したので、実際の色味って直接見たわけではないので、どうかなと思ったんですが、もう大正解でしたね。めちゃくちゃ良かったです。まあ、ほぼダークグレーと呼んだ方がいいですね。ちょっとこう、色もですね、黒一色というよりは、 ダークグレーでちょっとこう木感があるような混じり気のあるような感じでこの風合いも含めてもう完璧なんですよ。非常にバランスがいいのでこれ1枚あれば結構様々なスタイルが楽しめるんじゃないのかなと思います。先日もですね、G ジャンの動画の中でもお伝えしましたがショート丈のブルゾンには結構こういったシャツが相性がいいんですね。僕は今回ストライプのバンドカラーシャツですね。自分とこのブランドのものを合わせてますがショート丈のブルゾンよりもこちらのシャツの方が が丈が長いんですがこのアンバランスな感じを帰って楽しむというのが結構秋にはですね使い勝手がいいかなと思っていますこれはめちゃくちゃいいですよ今期の秋のアウターの中ではこれが一押しなのでぜひ皆さんね概要欄にリンク貼っておきますのでチェックをしていただきたいなと思います あとはですね、このスタイルに対しては、もうボトムスはブラックですね。まあ、ほぼダークグレーなので、モノトンっぽく合わせてしまえば、まあ、間違いなく綺麗にハマってくるかなと思います。まあ、夏の終わりということで、これ、白デニムとかで合わせてあげて、まあ、ちょっとこう、軽快な感じにするのもいいかなと思うので、そのあたりは皆さんのご自由にですね、カスタマイズをしていただきたいなと思います。ブルゾーンの下には、このようなストライプのシャツも合いますし、白のバンドからシャツも合います。他には、普通に白 T とか、 T シャツ系の上にさらいと羽織るのも全然合うので、結構使い勝手が広いと思うので、ぜひですね、ショート丈のブルーゾーン、しかもデザイン的にはシンプルで単色、色は濃い方が使いやすいかなと思うんですが、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の空きアウターなんですが、僕が今着てるような、このような、いわゆるナイロンジャケットのようなものですね。 アウトドアブランドから出てきているようなこういったシャカシャカ系のアウターはまさに秋の羽織物としてはぴったりかなと思っています。まあ、このあたりのアウターは僕は大好きで様々なブランドのものを持っているんですね。今僕が着てるのはアークテリクスの結構定番的なスコーミッシュフーディというモデルでこれはですね結構生地が薄いんですよ。ペラッとしてるのでもうまさに今回のコーディネートのように T シャツの上にさらりと着るだけで着こなしが完成してしまうんですね。しかも軽く くて着用感としては楽なので。 t シャツの上にさらりと着て、あとはもう腕を託し上げながら、ラフに着てもらうと、簡単にですね、スポーティーな着こなしが実現できるのかなと思っています。まあ、他にも、アークテリクスはもっとこう厚手のものも持っているんですが、秋にはちょっとまだ厚いかなと思うので、なるべく薄手のものが好ましいかなと思います。他にはですね、ノースペースとかでも全然いいと思うんですね。このあたりはお好みで、ノースペースのですね、知名度とか、あとは世界観も含めてファンが多いので、こちらでもいいかなと思いますし、 ちょっとエッジを効かせたいのであれば、まあ、アクテリクスもいいんですが、まあ、僕の中では気に入ってるのはこういったアンドアンダーというブランドですね。このあたりはデザインもエッジが効いていて、非常に満足度が高いので、まあいろいろと選択肢があるので、ナイロン系のアウターですね。このあたりでなるべく薄いものであれば、 秋にも活躍しますし、もちろん春にも活躍するので、ツーシーズンは使えるかなと思うので、ぜひ皆さんも一着は使っていただきたいなと思います。もう合わせ方は簡単で T シャツの上に合わせるのが一番ですね、しっくりくるかなと思います。僕は今、プリント T シャツを合わせてますが、無地の白 T とかでもいいと思うので、そのあたりはお好みのもので調整をしていただきたいなと思います。で、コーディネート全体なんですが、ボトムスに関しては今回はユニコーの タックテーパードパンツのいつも僕はブラックを履いていますが今回はダークグレーを選んでみましたアウターがですねブラックなのでボトムスもブラックで引き締めて結構ですね上下ブラックっていうのもかっこいいんですがあえてですねちょっとこうグレーで柔らかさを出してあげるのもバランスがいいと思うんですねブラックとダークグレーというのはモノトーンの配色なのでもう間違いなくハマりますのでぜひ、まあ、ですねこのような形でナイロンパーカーが持つですねカジュアルさをボトムスのこういったセンタープレスが入っているのでちょっと 小ぎれいさが出るんですね。こういったボトムスでバランスを調整してあげると子供っぽくなりすぎないので、ぜひですね、デニムとかチノパンで合わせるのも悪くはないんですが、少しボトムスは綺麗めに振ってあげると大人世代にもこういったナイロンジャケットは使いやすいかなと思うので、試していただきたいなと思います。で足元はですね、白のジャーマントレーナーを合わせました。まあ、なるべくですね、スニーカーのようなラフなものが合わせやすいので、 まあこのようなナイロンジャケットにはですね、ローファーとかそういった小切れすぎるものよりは、スポーティーなスニーカーなんだけども、ラフにしすぎないようなジャーマントレーナーとかは、もうまさにですね、使い勝手がいいので、このような着こなし一つの参考しながら、秋コーディネートを楽しんでいただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目の秋アウターなんですが、僕が今着ているこちらですね。 ユニクロの G ジャンなんですが、このようなデニムジャケットは秋のアウターとしてはまさに最適かなと思います。まあ、今回ご紹介したアウターというのは基本的にですね、短めが多いんですが、まあ、このような G ジャンもですね、やはりお尻が隠れるような長さではなくですね、だいたい中間より ちょい上ぐらいですかそれぐらいの丈感で、まあ、スッキリめなんですね。だからこそ秋のアウターとしては気軽に着やすいかなと思うんですね。ただ、従来の G ジャンって結構ですね、ゴワゴワしていて、硬いものが多かったんですが、まあ、今季のユニクロのこちらのデニムジャケットに関しては、ストレッチもね、かなり効いてますし、素材の感じも硬すぎないので、個人的には秋のですね、ライトのアウターとしては最適かなと思います。まあ、このような形でちょっと大人っぽい感じで着こなしもコーディネートしていただければ、 の持つカジュアルさというところはある程度抑えることができるかなと思うんですね内側に来てるのは一番最初のコーデではストライプのバンドカラーシャツを合わせていたと思いますが今回は白のバンドカラーシャツを合わせてみました ま、白のシャツとインディゴブルーというのはめちゃくちゃ相性がいいので、このような形ぜひ試していただきたいなと思います。考え方は先ほどと同じで、ジージャンのショート丈とシャツの長さでギャップを出してあげると結構着こなしのアクセントになるかなと思います。これ両方ともユニクロですね。で、ボトムスは先ほどと同じタックテーパードパンツのグレーを合わせていますが、これブラックで引き締めても全然いいです。まあ、いずれにしろジージャンのカジュアルさを このようなセンタープレスの効いたスラック調のアイテムで少し小綺麗に振ってあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、足元はですね、ローファーなんかもいいんですが、 こういったグレー系のパンツにはですね、結構ブラックのレザースニーカーが合うので、こちらはですね、以前動画の中でも解説をしました、ザランのですね、レザーではなくてですね、レザー調に見えるスニーカーなんですが、これをですね、今回は合わせてみました。こんな形でですね、コーディネートしていただければ、割とこう大人の男性でもですね、ジージャンスタイル、小綺麗に合わせることができるかなと思うので、ぜひですね、このままでも結構簡単にできるかなと思うので、トライをしていただきたいなというふうに思っています。まあ今回は 3種類ですかね、お伝えしましたが、ショート丈のブルゾンと、あとはナイロンジャケットとジージャン、このあたりを持っておけばいいかなと思いますが、それに加えてプラスアルファ一つあるとしたら、まあ、シャツアウター系ですね。 ま、このようなカバーオールっぽいようなデザインのものですね。だけどこうシャツのようにサライとした生地感としては薄手のものなんかもあったりするので、まあ、数年前からですね、トレンドアイテムではあるんですが、今年も引き続きシャツアウター、CPO ジャケット、もしくはカバーオールみたいなものもテーマとしては挙げられるかなと思うので、プラス1個というところではこのあたりも検討するのもいいんじゃないのかなと思っています。 はい。ということで、今回の動画では、秋のアウターはこの3種類だけでいいというですね、大胆なテーマで動画をお届けさせていただきました。まあ、僕の動画の中ではね、この何枚だけでいいというシリーズ結構定番化していまして、これまでいろいろと作ってきたんですが、やっぱりね、選択肢が多いというのはありがたい反面、あんまりに多すぎると何を選んでいいかわからないという苦痛も伴うので、まあ、今回のようにですね、ぐぐっと狭めた方が結構皆さんにもですね、理解しやすいかなと思うんですね。 ま、今回ご紹介したもの、3種類なんですが、その中にもこの2つの選択肢がありますよ、みたいな形で、ま、結構広めにですね、皆さんにご提案させていただきました。この中のアイテムから全部を持つ必要は全くないと思ってまして、ま、せいぜい2パターンぐらいあれば回るかなと思いますので、ぜひ気に入ったもの、皆さんの方でもチェックをしていただきたいなと思っています。ちなみに今回ご紹介したものと同じものがあればですね、それは概要欄にリンクを貼っておきたいと思います。ない場合はですね、おすすめの近しいものを貼っておきますので、よかったら参考にしてください。 にしてていいただければなと思っていますこれからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて75点ファッションをテーマにですね、ベーシックかつほんのりトレンド感が漂うようなスタイルをですね、お伝えしたいなと思っているんですが、もう少しですね、ベーシックから抜け出したトレンド感の溢れる着こなしですとか、アイテムの消化に関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。2週間に1度のペースでライブ配信もやってますので、 気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、なかなか動画を見る時間がないという方のためにオンラインサロンも開催をしています。そちらでは文章と写真ベースでおすすめのアイテムをポンポンポンとですね、1日5本くらい出していますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。